牛田茂げは、徳島県小松島市出身の元プロ野球選手。愛称は、牛くん。高校時代は、徳島商業高校の野球部に所属し、1999年の第81回全国高等学校野球選手権大会に出場。明治大学に進学し、大学の同期には、呉本重則、岡本厚志や佐藤健がいる。 東京6大学リーグ戦41試合に、登板、6勝5敗、防御率2.61を記録。2003年ドラフト4巡目で横浜ベイスターズに入団。2004年7月28日の東京をヤクルトスワローズ戦で、初登板した。2006年、本来は中継ぎ抑えの投手ながら、5月9日のイースタンリーグ対インボイス戦で先発。 8回にアウトまでノーヒットノーランを続けたが、水田圭介にヒットを打たれた。結局9回をこの1アンダのみに抑えて完封勝利。1軍の試合でも7月11日に札幌ドームでの対読売ジャイアンツ戦8回に失点でプロ初勝利を挙げている。2007年シーズン序盤は中継ぎ投手として一軍で出場するも5月7日に急性大腸炎のため、 横浜市内の病院に入院。翌日登録を抹消された。入院で体力が落ちたこともあり、その後は一度の一軍登板のみでシーズンを終えた。2008年は、右足首骨折で出遅れたが、8月に、先列復帰し中継ぎで23試合に登板した。2009年、一軍では中継ぎとして4試合の出場に留まった。教育リーグに参加したが、 新型インフルエンザに感染し隔離された。2010年、春季キャンプは2軍スタートとなったが、1軍キャンプの紅白戦に呼ばれ、脱参新章を見せつけた。独自の筋肉トレーニングも実を結んで、オープン戦で高騰し、開幕1軍を果たすと、抑えの山口俊美へとつなぐセットアッパーとして活躍。このシーズンに活躍した、牛田茂樹、江尻慎太郎、山口俊 サナダユウキの4選手は、投手コーチの野村博樹から、クアトロエスと呼ばれた。3年ぶりの白星を挙げた3月31日の、巨人戦ではお立ち台で、やじられないように投げたなどと語り、ファンを笑わせた。6月17日には、右肩骨座章により一軍登録を抹消される、ものの、9月に復帰後も、セットアッパーとして安定した投球を続け、 自己最高の成績を残した。2011年は、腰痛で開幕を出遅れるものの、5月に戦線に復帰すると、セットアッパーとして活躍。しかし夏場に入ると打ち込まれるケースが目立ち、一時2分軍落ちを経験。結局自己最多の45試合に登板するものの、防御率は前年より悪化した。2012年はインフルエンザで開幕に出遅れ、6月に、 一軍に復帰。しかし6月27日のヤクルト戦で2インニングを4、失点と炎上し、登録を抹消。そのままシーズンを終え、わずか5試合の当番に終わった。2013年は一度も一軍に昇格できないまま、10月3日に球団より戦力外通告を受けた。11月20日、自身のフェイスブック上で現役引退することを表明した。 2015年2月27日、四国アイランドリーグプラス、徳島インディゴソックスの投手コーチに就任することが発表された。2シーズン務め、この間にチームの投手からは、吉田隆、福永俊吾、木下祐介が NPB ドラフト会議で指名を受けた。2016年シーズン終了後の12月26日、退任が発表された。2020年からは、 横浜 DNA ベイスターズに軍投資コーチ。投球の途中で一度三塁側に顔を向ける独特のフォームから平均球速約時速 140km、最速時速 149km のストレートと大小2種類のフォークボールを投げ込む。また、時折スローカーブも織り混ぜて投球を組み立てる。2010年春キャンプでは監督のオバナ高尾から シュートを実験された。大学時代は、深夜自主トレを頻繁に行っていたため、警察官から職務質問を5回受けたことがある。趣味、特技は、どちらとも、青波踊り。2007年4月29日のヒーローインタビューでも、阿踊りを披露している。半袖のアンダーシャツを好み、春先やシーズン終盤の寒い時期でも、半袖で登板する。本人のことでは、 腕を思い切り振るために長袖はまとわりついて邪魔になるからとのことである。ありがとうございます。